真庭市は15日に開いた新型コロナウイルス感染症予防接種対策推進本部会議で、64歳以下のワクチン接種対象者の優先順位を決めました。今月下旬に接種券を配布するのは、居宅サービス事業所の従業員や学校・保育施設で働く教員・保育士などおよそ1500人が対象です。また接種の進捗状況にもよりますが、60歳から64歳の人と65歳未満で基礎疾患があると事前に申請した人、合わせておよそ5000人を対象にした接種券の配布は7月中旬を見込んでいます。7月には蒜山振興局を会場にした65歳以上を対象にした集団接種も行われます。8月以降、落合地域、勝山地域で64歳以下の集団接種を実施する方向性も出されています。さらに職域接種を希望する大規模な事業所があった場合、産業医と相談し、実施体制が整えば実施を検討するとしていて、接種状況や安全性などを考えた上で医師会と協議しながら柔軟に対応していくとしています。個別接種ということで始めましたけども、50% 近くまでですね、1回目の方行ってましてですね、順調といいますかね、市民の方も早く受けたいんだなという思いが伝わってきますしね、それに医療機関が応えてくれているということで本当に感謝しております。もう私ども前から言ってますようにね、安全に、そして円滑に、迅速にということで希望する方は本当に1日も早く、あるいは1時間も早くですね、完了するということで、医師会のご理解ご協力いただきながら行政としても精一杯やってまいります。これは役に立つところが市役所ですからね、こういう時こそ役に立たなければ意味がないということで全職員に指示をしておりますのでね、組織を挙げて総力を挙げてやっていきます。6月14日時点の真庭市のワクチン接種状況は、対象者のうち医療従事者のおよそ 90% が2回目の接種、65歳以上の高齢者のおよそ 49% が1回目の接種を終えています。